ここで一塁ランナーがスタート。キャッチャーの送球も早いがどうか。おっとヘッドスライディングだ。判定はセーフだ。盗塁成功。チャンスを広げます。君早いね足。しかもヘッドスライディングとかは気合十分じゃん。ノリ軽。甲子園決勝だぞこの試合。気合十分に決まってんだろ。ええってなんだよ。違うよ。お前自分のユニフォーム見てみろよ。なんだこれ。ユニフォームにいつの間にか絵が描かれている。しかもただの絵じゃないぞこれは。バンクシーの赤い風船と少女になってんじゃねえか。マジか。バンクシーがいつの間に甲子園に。そんなわけあるか。さすがのバンクシーでも気づかれずに人のユニフォームにこっそり絵を描けるか。じゃあどうやって。本気で言ってんのかよ。盗塁の時のスライディングの汚れが奇跡的にバンクシーになったとしか考えられないだろう。マジか。だとしてもすごい奇跡だよな。あいつら何ダラダラくっちゃべってるんだ。村中くんのユニフォームの汚れ何かの絵みたいになってませんか。あれはバンクシーだ。確かにどっかで見たことあると思ったらバンクシーの赤い風船と少女ですね。交代させる。え、まだ初回ですよ。それに村中くんはうちのキャプテンじゃないですか。村中は交代だ。監督。バカ野郎。バンクシーは売ったらいくらになると思ってるんだ。ヨーロッパでは20億とかで落札されたこともあるんだぞ。監督、これ甲子園の決勝ですよ。優勝より金が大切に決まってんだろ。そもそもたまたまバンクシーみたいになっただけだから価値ないですよ。うるさい、交代だ。へえ。お前、なんか監督から呼ばれてない？甲子園の大歓声でよく聞こえないけど、確かに何か言ってるな。でも初回で交代はさすがにないだろうし。あ、ユニフォームの汚れがみっともないから払い落とせってことじゃねえか？おー、そうかも。決勝で地元の人もみんな見てるし。ああ、バンクシー指さしたら監督うなずいてるから絶対それだわ。じゃあなんか名残惜しいけど払い落とすか。あ、消しちゃいましたね。バカ野郎。あれ監督めっちゃキレてない？うわ怖っ。めっちゃキレてる。え、なんだよ、まだ汚いってことかな。ちゃんと綺麗にするって。俺の20億が終わった。決勝で何言ってんだよ。